皆さんどうもこんにちは。今回はですね、新三国武装2の、何だっけ、四武器取得動画ね、撮っていきます。今回はですね、合肥の戦いの義軍で、キャラはですね、長文苑の四武器を取っていきます。合肥。で、清流高連刀やろ。で、スザクがいらんけん、強撃にして、高校やろいるかな。どうやろ、わからん。わからない。いるのかいらないのかわからない。で、赤刀アブミはちょっといらんけん。あー、ちょっと待って、これをどうするかやな。勝ったのやな。よし。これでいこう。で、敵のね、周体を倒すと、木箱が出るらしい。なんで、もう真っ先に周体を倒して、即総大将を撃破しに行きます。よっしゃ。前線の部隊は中央の広場を奪還せよ。周体どれ？これかな？これやな。ああ。敵将撃ち取ったり。友軍が来るまで深追い。回復。弓矢撃っとい。もう撃っとうしいなお前ら。友軍を待て。孤独で深追いするな。あー、くそ。見事な腕前だ。木箱出るんじゃないの。あー結構遠い。あっちの方か。行きまっか。無視。君は無視。壊れた橋のところにあるらしいよ。こっちか。ほんまにあるんか。ほんまにそこに木箱はあるんか。あ、あれやな、これやな、これっぽいね。 OK。 ほら、これもまた色ついとる。なんなん、なんでついてなかったのさっきのやつ。意味わからん。で、今のうちに孫権が一人で多分ちっちゃく縮こまっとんで、孤立しとるうちに倒すぞ。雑魚敵は無視しろ。行くぜ。孫権だけを狙ううちにする。これ多分、青龍高連刀やろ、三武器が。多分、高龍高連刀。なんか、カウの真似とるよね、長龍の武器って。なんでか知らんけど。あー、うまい。あー、こいつは。性格が悪うござんすな。これでも早いんか。全軍は来ぬか。
おお。ニャン。よっしゃ、あった。うーれ。早すぎ。めっちゃ早いんじゃん。5分ぐらいで終わったやろ。バカ早かった。え、壊やった。5分で終了。素晴らしい。最高のパターンですね。はい、ということで、終わりました。これ交流交連と体力ゲージ76プラス攻撃力プラス25、騎乗攻撃力防御力58、攻撃範囲21。まあまあなかなか強いね。まあこれにちょっと付属負荷がついてないんがちょっとあれなんですけど、炎とかついとってほしいところではあったけど、まあいっか。ということで、長領4武器終わります。早かったね。また次の動画でお会いしましょう。お疲れでした。